国鉄補機7200系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した発破車である。本形式は、セメントの原料である石灰石輸送用として1968年1月29日に5両が日立製作所にて製作された40トン積の私有貨車である。所有者は生涯大阪セメントの一社のみであり、近江長岡駅を常備駅として中京地区で運用された。無害発破車であり、セラ1型を2両切り繋いだような外観をしている。発破下部は4分割されているため、底扉及びその開閉レバーも4箇所あった。荷役方式は上入れ、底開きによる下出し式である。全長は 11,850mm、全幅は 2,724mm、全高は 2,690mm、台車中心間距離は 8,250mm、自容積は 27.6 立方メートル、自重は 15.4 トンで、換算両数は積車 5.5、空車 1.6 である。台車は14トン車軸を使用した3ピース形状の TR210 である。少数車であったため保守に手間がかかることから、セメントターミナル所有のタンク車に置き換わるように、1991年9月に全車一斉に廃車となり形式消滅した。ありがとうございます。